このキングヌーさん、最近すごいファンになっちゃったんですけども、いつも PB 見てて思ったんですが、もうこの頃からソーシャルディスタンスを始めて、もうもはやこのユウさんなんか隔離されてる状態ですよね。おっと、これモンカーフェに真似してるんでしょうかね。この頃から密とか言われていて、常田さんも狭いライブ会場からレッドブルーで大きな会場でのびのびと演奏してますね。この白日のあたりから再生回数が 3.6 億になって、日本人の人口 1.1 億2000人ほどですかね。つまり日本人全員が3回これを見たってことになるんでしょうか。すごい話ですね。ここは昔のあの北九州の方のホテルを改装したところで会場やってますね。まだお金がなかった頃の時代の常田さんは、今はこんな伯爵のような形でピアノを弾いて、井口さんもお金がないお金がないって言ってたのですが、今こっそりお金が貯まってちょっとにんまりしてるっていう段階でしょうか。